ースの大谷翔平投手、29、の元通訳で、銀行容疑で訴追された容疑者、39、が12日、日時間13日、米ロサンゼルス市内にある連邦地裁に出廷した。地裁は保釈保証金を$25,000、$3,825,000に設定し、水原容疑者は保釈された。保釈の条件として、パスポートの返納、カリフォルニア州中央地区を離れることはできず、被害者との連絡、面会なども禁止。一切の賭博も禁止され、ギャンブル依存症の更生プログラムを受ける。条件違反の際に保釈保証金を納付する義務が生じる。法廷内に姿を現した水原容疑者は、上下黒のスーツに白シャツ姿。シャツのボタンを一番上まで留め、ノーネクタイだった。黒い革靴を履いていたが、両足は金属製の足かせで拘束されていた。頬がややこけた見た目は、での試合中のベンチでの姿と同じだった。ロサンゼルスの元連邦検事で、刑事弁護を専門とするマイケル・フリードマン弁護士と会話する姿は落ち着いており、特に緊張した様子もなかった。出廷後は、水原氏が出廷した際の法廷画が公開。フリードマン氏と並んで法廷に立つ姿や、椅子に座る様子が明かされた。今後は5月9日、日時間5月10日に、ロサンゼルス市内にある連邦地裁で罪状認否に臨む。水原容疑者が公の場に姿を見せるのはでの開幕戦、ドジャース・パドレス戦が行われた3月20日以来、同容疑者は同日、出廷前に法執行機関に出頭し、身柄を拘束されていた。連邦地裁前には、水原容疑者が出廷する1時間以上も前から、カメラ12台、スチールカメラ15台、報道陣約50人が集結。NBC、ABC、FOX が断続的に生中継するなど、大谷を被害者として巨額スキャンダルとして、全米の注目を集めていた。